次。うん。ありがとうございました。ね、どうですか。はい、まあまあ合格です。寝ます。おやすみなさい。また明日も頑張ります。よし。最高だ。はい、おはようございます、今日午前中はジムが休みなんで、しっかりと休養してます。なんで今日はいつもより多めに寝てました、8時間半ぐらい寝てたかな。久しぶりにこれぐらい寝たんですけど、結局疲れ取るためには、まあ、食事だったり、まあ、睡眠のところ、まあその睡眠の質っていうところも大事なのかもしれないんですけど、まあある一定以上の量も必要なのかなっていうふうに改めて感じたんで、まあそうやって寝れるときは、まあ毎日じゃないですけど寝れるようにしていけたらなっていうふうには思いましたね。はい、今から練習行ってきたいと思います。昼から雨降ってきてますけど頑張ります。やりました。これマジこれよし、明日も最高の明日もやりますか。おはようございます。雨降ってて家にいたらだらけてしまいそうだったんで、すぐ支度して家出てきました。で、骨院行ってからまた勉強しに行こうかなというふうに考えてます。行ってきます。
彼が発明したものでは交流。はい、練習行ってきます。頑張ります。風呂から上がったんで帰ります。最高。マジマジ気持ちいいわ。帰ります。動画を見てくださりありがとうございます。 YouTube 以外にも Instagram、Twitter 等でも発信しています。こちらに載せておくんで、また覗きに来てください。ということで、お疲れ様でした。また頑張りましょう。